じゃあ今日は何を書いていただけるんでしょうか。じゃあノープランでパルスマンを書いてみたいと思います。っていうと YouTuber っぽい。 YouTuber っぽいですねじゃあ書くんですか。はい、はい、よろしくお願いします。ちょっと自分の環境じゃないっていう言い訳とか、じゃあ最初にそれ言っといて。よろしくお願いします。まあ、普段 Mac ですよね。 Mac なんですよ。から書いてるのをずっと見ると初めてです。ああそうね。あまり人に見せるものじゃないですよね。なんか書いてる途中って。書きは基本的に後ろに回られるの嫌なんで。書きの先生とか。杉森さんはもうゲームディレクターだったんですか。パルスマン。パルスマン。まあゲームディレクターですよ。その前にやったタルルートがそうです、ね、ディレクターデビューみたいな。はい、そうですよね。2作目ですか。そうですよね。タルルートが引き継いでパルスマンディレクターとしてみたいな感じじゃない。それってなんかタルルート君からパルスマンに移るときって、なんか次はこうしたろうみたいな思いとかってあったんですか。同じジャンルの横スクロールアクションを作るっていうのは決まってたんで、なんか割とお手軽にやれんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、そうでもなかったです。そうでもなかった意外と面倒くさい。作ってる途中でちょっといろいろ変わってしまったので。だって最初はあれですよね、スパークって名前で物を持ち上げて投げるやつだったんですよ、ね、とか。そうそう、だからタルルート君もそういう物を持ち上げて投げるとか、ね、ジャンプしてちょっと羽が生えるとかそういうことやってたんで、同じやり口でいけないかなと思ったんだけど、まあなんかだからジャンプしてもう一回ボタンを押すとなんか戦闘機に変形して飛んでいくみたいなことをやろうとしてたんだけど、はい、なんかどうもキャラと合わないなっていう話になって、あ、そうなんですか、うん、ちょっと方向性がどんどん変わってしまいました。つまりゲーム性じゃなくてキャラとの、その何ちゅうの、まあ、電脳世界的な話は最初からあったんで。あ、それは先なんですね、はい。電脳世界であんまりこうパワー系のキャラって合わないじゃないですか。だからもっと何か実体がないみたいな感じにしていかないといけないなと思って。電脳世界が先にあったって変異して、電脳世界テーマは最初からあったはずですね。電脳世界テーマは杉森さん決めたんですか。いや、それは誰だっけ。社長とか当時の企画の人間とか、その辺です。そうか、そこにゲーム性とキャラクター性がってところで、はい、稲妻ボーイっていうか、で電気ボルテッカーみたいなみたいな感じですね。結構やっぱパルスマン見てると、その電脳っていうか、その電気とか稲妻感はシャープさが出てるんですけど、はい、なんかそこで他に頭ってかなり特徴的じゃないですか。なんかそれ以外のこだわりというか、こだわりデザイン上何か気ぃつけたみたいなことあります。あ、そうですね。
まあ、パルスマンの前にまあ、ソニックっていうビッグキャラクターが華々しく、はい、ゲーム界を席巻していたんですけど、はい、まあ、あれがどちらかというとそのアメコミ的な、アメコミっていうかアメリカンカートゥーン的なキャラクターだったので、パルスマンはもっと日本のアニメ寄りの世界観にしたいなっていうのは、そのいろいろお手本にはしつつそういう差別化を考えてるっていうところですか。だからなんかちょっとクールの方向性が日本的なクールみたいなつもりでやってましたけど、うまくいってるかどうかも分かんないです。そうか、まあ、そうですよね。同じアクション系のゲームでスピード感とかそういったものっていうと、やっぱりまああの当時だとまずソニックありきですね。赤にしたのはそれを意識して赤にしたってことはないですか？ありますよ。あ、やっぱ向こうが青ならこっちは赤なんで。一番わかりやすい。一番わかりやすいですか？そう、そうだったのか。なんか、そう、なんで赤なんだ。まあ、その黄色とかその電気の青とか分かったんですけど、ね、なんか色彩バランスで赤入れてんのかなっていうのをちょっと考えたんですけど。電気だったらね、もうちょっと。ポケモンのやり口とかだったらもうちょっと違うと思う。赤とかあんまり選ばない。あんまり選ばないですね。あとヒーローものだったんでね。ちょっと強い色が可愛くない色にしないとなっていう感じですよね。割と輪郭からなんですよ。まあ、ものによる。最近だってなんか塗りつぶしてそのシルエットを決めてからっていう人が多いじゃないですか。そうですね。粘土みたいになんかコネコネして作っていく人もおられるんじゃないか。輪郭が仕事なんかそういうやり方の方が書きながら考えるには。どんどん直していけるし、もともと漫画家志望だったら本当は線を決めてから色の方が正しいというか、昔はそうしてたんだけど、それデジタルはこっちの方がやっぱりなんか上からどんどん重ねていけるので楽でいいな。じゃあデジタル入れたから少し変わってきたと。まあこんなやり方はあんまりアナログではない。油絵とかなんていうのかもしれない。Gペン引いちゃったらどうしようもないですよ。そうなんですよ。緊張感が。まだGペン使ってます。Gペンは最近あんまり使わなくなっちゃったかな。ペン入れは、ペン入れもちょっとデジタル。あ、そうなんですね。やるようになってきちゃった。まあ、Gペンって言って分かる子がどれぐらいいるかって話もあるんですけど。あ、今時漫画家さんもあんまり使ってない。見てるとみんなさ、iPad とか PC とか、デジタル有効とかするんだ。絵の描き方の質問が多い方がいいような気もするんですけど、
あ、はい、個人的に気になることは聞いていいですか。はい、どうぞ。パルスマでやったことが、その後のそのポケモンのデザインとか、はい、その後のデザインに影響を与えたことって何かあったりするんですか。ありますね。パルスマンで割とこうキャラクターを描けばいいんだっていうことを開眼したっていうか、まあその、まあ、気づいてないのがおかしいんだけどいや、あの縄パイを表すといいますか、その形がキャラクターを表しているっていうふうにしないといけないっていうことにやっと気づいて、まあ、だから稲妻のように速いんだったら稲妻のような形をしているべきだっていうことに、まあ、やっと遅ればせながら気づいたっていう感じです。まあそうですね、プリンティーとかだとどっちかというとゲーム性のキャラクターの特徴として出してる。そうそうそう、あれただの女の子だからね。そうですね、うん、あんまりなんかその魔法を使いますみたいな雰囲気があるわけでもないので、出てくるキャラクターとかみんなそのままですよね。してしまえば。じゃあジャンプするぞとか、泳ぐぞ。できないキャラクターではないのかもしれない。いや、なんかずっとそこは気になったんですよ。うん、あんまり聞くことないんですよ。はい。まあ、それも、集大成がポケモンみたいなもんでしょうし、どんどんキャラクター、デザイン業界はそういう傾向になってると思う。めっちゃ特徴を立てるみたいなことがあると思います。ゲームの中でもね、ボルテッカーも出てきてますし、サントアンヌとかって言葉も出てきたりとかして、ただそこだけじゃないつながりがやっぱりあるんですね。まあそうですね、精神的にキャラクターデザイナーっぽくなったっていうことじゃないですか。それまであんまりプロっぽくなかったのかなと思って。アマチュアの延長みたいな感じ。いや、そういう時になんかパルスマンって結構大きいなんか分岐点じゃないですけど、その後のゲームフリークって感じがしてて、だからパルスマンオリジナルなんで、なんかそこを IP としてみたいな、そうですね、なんか気分があったんじゃないのかな。いや、なんかこの間久々に社長と話す機会あったときに、そう、社長の、まあ、いろんなこだわり聞いてるときに、やっぱりその結局制作している自分たちの名前ってなかなか出る機会がなくて、はい、これは自分たちで考えて自分たちで作ったのに、でもそのゲームフリークって名前は出ないみたいなところ、はい、すごく昔は割とまあ仕方ないけど口惜しいみたいな思いがあって、うん、その中でやっぱりゲームフリークはこれを作ったんだぞっていうのをなんかやっぱりもうちゃんと世に言いたいっていう気持ちがすごい昔は強かったって聞いてて、なんかそれはやっぱ改めて見てパルスマンっていう、まあ記憶違いだとはうへーってなるんですけど、うん、でも確かパルスマンからだったよなっていうのはちょっと思ってて、はい、そういった意味でもなんかゲームフリークとしての一つの分岐点でもあるかなってちょっと思ってやるんですね。そうですね、本格的なオリジナルキャラクターのゲームっていうことでは、まあ、雰囲気はあるはあるんですね。雰囲気はあるはありますけど、あんまり…すごい雰囲気…いや、本当、キャラクターのことはあんまり考えてないんですよね。ゲームが面白いことしか考えてない。なんかアニメが作れそうなものみたいなのを意識したのは、まあ、初めてですかね。なんか、そのストーリー性があったりとか、最初にゲームリーグ入って、中途で入って、もう16年ぐらい経つんですけど、うん、
立場、うん、うちが30周年で考えると結構半分ぐらいは水分サンプルに仕事させてもらっておいてですね、自分ゲームレイク入る前って一応オリジナルキャラクターデザインで同社で仕事してたんですけど、入ってやっぱり学ぶことは多くて、うん、そこはやっぱりキャラクター性をいかにその特徴としてシンプルに分かりやすくっていうのはやっぱり結構最初杉森さんに結構強く言われたなって思ってます、強く言いました。はい、あの頃の杉森さんには最初デザイン出して怒られたっていうのも。怒ってたっけ？怒られました。君はこんなところにこのパーツをつけてこれは何の意味があるんだって最初言われました。臭いやつ。意味を求める。そうですよ、うん、意味がないことにいいこともない。いやでも万全とやっぱり、まあ、あった方がいいですよ。なんかかっこいいからちょっと模様を入れてみたってやっぱやりがちというか、やりがちですね。やっちゃうんですよ。僕もそうやって仕事としてきてたんで、やっぱなんか子供受けするんだったらこうだよなぐらいの、こういうギタギタついてる方が子供って好きだよって、まあ間違ってはいないんですけど、はい、子供が好きなものをパーツとして捉えてキャラクターを構成するのは手法としてはあるんですけど、なんか生き物としてこれは何のためについてるのっていうのを考えたことはなかった。なかなか結構強い口調で言われたのもいいです。強い口調で調子こいてたそんなに強い口調で、まあ、多分僕にとっては多分強くは聞こえたのかもしれない、まだ全然誰にも慣れてないんで、まあね、まして慣れてないちゃんと緊張感を持っていただいて、叱るんですけどね、大事なことだからきっと最初にピシッと言ったんだろうなと思う、まあ、でもそれは別になんか何言ってんだって なってるわけじゃないんで、あそうかなるほど、でもその後出したものはすごい褒めてくれたんで、うん、まあ、それでもいいまだまだっていう感じで杉森さん笑わせたら勝ちだなみたいな。笑わせてほしいっていうね。笑えるキャラクターは最強ですね。いい顔だねって言ってもらえた時が多分最初にドゴーを出したと思う。でその進化前に悩んでドニオを出した時にすごい笑ってくれて面白い、大騒ぎしてるやつの前がこんなおとなしいキャラでいいじゃんみたいな、すごい未だに覚えてます。本人は覚えてないんだなと思います。覚えてないです。はい。でもあれ以来ですね、やっぱり、まあ、ポケモンだけに限らず何かで言ってそれと共に暮らす人とかそれを使う人がどう使うのかっていうのは割と真剣に考えてなかったっちゃ僕も全然考えてなかった。杉森県の仕事と同じこと聞いてもなぁと思って。ああ、そうですよね。詳しいことは買ってください。買ってくださいって言って。詳しくはこの本に書いてあるんで、皆さん読んでくださいって言っちゃいます。いいじゃん。別に、今更売れてもしょうがない。いや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 。売れるに越したことない。売れるに越したことない。作ってくれた人ね。いや、印刷した部分が決まっちゃってる。ちゃんとしたデジタル書きの人はこんな書き方してないと思うんだけど。何をしてちゃんとしてるかっていうのがあるんですけど、うん、
綺麗にするぐらいですよ。早っ。まあ、早いというか、まあ、何分経ちました。そうですね、半、当初の予定の半分ぐらいです。これはでも整えるだけだからあんまり面白くないかもしれない。その中2倍速とかなの、うん、絵の描き終わりってなんかこだわり持ってたりします？特にないですか？あらまあいいやみたいなところがまあ終わり時じゃないですか。最後に目を入れるみたいな。ああ。なんか目のハイライトを最後整えるのを最後にしてるんですよ。なんかそれはあないな。最後に描くときよ。グランドランプ。昔読んだあれとかで魂を入れるみたいな感じなんか、そういう人におられるとは思うけどね。ここが最後、まあ、目は大事ですけど。そうですね、目は大事です。でも普段はやっぱプリントアウトして最初描くんですよ。あんまりしない。プリントアウトした方が気づくことがあるので、なんか変だなみたいなのを気づくした方がいいとは思うけど、あんまり自分の絵を見返すのが好きじゃない。そんな、うん、10年ぐらい経つともいいかなって時ないですか？ありますよ。ありますよ。昔の絵は全然恥ずかしくないですよ。不思議ですよ、ね、近年数年だとすごく理解したくないですけど、もう10年ぐらい経つとこれはこれでと思うんですよ、ね。うん、昔のは成長している証拠だったらいいんですよ。自分の絵が下手に見えたらもうそれは成長している証じゃん。適度なところでやめるのは大事でしょう。きらめが大事でしょう。デジタルはずっといじくれちゃうからですね。そうなんです。なんか足が短いような気がするとか、そんなことよくある。ちょっとぐらい変でもいいじゃんって思う。バランス整えていくとつまんなくなったりする。ああ、そうですね。まさに硬くなるんですよ、ね。うん、そうそうそう。もしかすると体幹とかちょっとずれててもまあいいかと思った方が、意義より大事にした方がいい。なんか恐れ知らずの絵が一番かっこいいんですよ。恥をかくことを恐れてない頃の絵がね、すごく良くて、ね。まだ描けないなっていうのが結構昔の絵にはありますよ。瀬尾さん、あんまり左右反転したバランスは見ないと思うんですか？ああ、見ますよ。ちゃんとした絵は。ちゃんとした絵。それは見ますね。まあ、それぐらいって感じですか？なんか、パーツいじったりとか。この左右反転した方がいい。大変そうじゃないですか。簡単にさせる。気づいちゃうとちょっと多分どっかおかしい、ね、こんな拡大して書いてるんだ。絶対見渡せないで書いてるからちょっとなんかおかしい、ね、気づかなかったことにした方がいいですかね。なんか残っちゃうのこれ。どっかで使うんだっけ。あ、使うっていいと思うな。そうです。
まず少なくとも YouTube にもありますし、永遠にアーカイブされてしまう。この辺でやめてもいいですか？終わりって言ってたら結構長いなと思って。はい。結構終わり。終わり。はい。はい、以上。完成。はい、完成。ありがとうございました。完成しました。それいらないです。完成しました。キャラクターじゃないです。そうか。デジタル絵に終わりはないんですけど、一応、まあ、これなら、見せてもいいかなぐらいのところまで書いたので一応終わりにしたいと思います。ありがとうございました。以上です。